皆様こんにちは。今回はラコレ東急百貨店多摩プラザ店のラコレでお買い物をして購入品まで詳しくご紹介します。めっちゃ可愛い食器たくさんあります。ください。めっちゃ小鉢可愛くないですか。可愛いね。300円。そうなんですよ。めっちゃ安くて可愛いですよね。安いですね。うん、これはすごい可愛いなって思いました。可愛い、ね、可愛くないですか。可愛い。あ、ね、なんか日本酒、うんうんうん、ラコレって書いてる。ね、なんか和なのに洋みたいな、うんうんうん、めっちゃ可愛い。これ欲しいなと思いました。そう、見てください。このスプーンの形がめっちゃ可愛いです。あ、可愛い、ね、うんうん、欲しいものがいっぱい。ね、すごい素敵じゃないですか。あ、すごい可愛い色、ね、メイドインジャパンって書いてます。すごい形も使いやすそうで、食器大好きなんで、なんか食器、うん、あ、そうですね、めっちゃ見ちゃう。ボール400円ですって、めっちゃ可愛いのに。可愛い。すりガラスみたいなのもすごい可愛い。ガラスなんだね。可愛いです。しかもスタッキングできるっていうのすごい便利じゃないですか、うん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 、ステンレスタンブラー大好きだから。あ、ね、そうそうそう、冷たいものは冷たく、熱いものは熱くして、うん、スニーカーなんか厚底で可愛くないですか、うんうんうん、スニーカー可愛いなって。スニーカーもあるんですね、うん、なんか軽いから、うんうん、幼稚園の送り迎えとかにもすごいいいなと思って。可愛くないですか、うんうん、今日ね着てるワンピースです。おー、あ、こっちのカラーも可愛い。そう、素敵ですよね、うんうん、で私としては黒だけど猫の毛がつかなかったのがすごい良くて。あ、すごい。そう、あ、大事。黒はそう、それすごい大事で、うん、今日パンツと合わせてるんですけど、あ、そう、ね、ワンピースとしても全然可愛いです、うんうんうん、素足とかこれから春足首見てても可愛いですよね、うん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 、袖の部分がすごいふわっとしてて、ね、ふわっとしてて可愛いですよね、うん、なんか春先こういうセットアップもめっちゃ可愛いです。へえー、なんか本当何でもあるんですよね、うん、アクセサリーここ全部300円。あ、すごい、すごいですよね。300円。特殊な形、うん、なんか珍しい。そうね、うん、前はパールだけみたいにめっちゃ可愛いです、うん、生活雑貨めっちゃ可愛いんですよね。あ、ディフューザーめっちゃいいなと思いました。いい香りと思ってね、可愛いですよね。1000円です、ディフューザーが、可愛くないですか、うんうんうん、コスメの取り扱いがあって。あ、コスメもあるんですね。そう、ティント、うん、色かわいい。なんかわいい、ね、うん。ネイルカラーも豊富でめっちゃかわいいです。思いました。かわいい。ね。あ、ジェル。うん。ね、ネイルライト935円で。そう、これ欲しいんですね、こういうやつ。うん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 。首からかけれるやつと。うんうんうん。え、上は何ですか？丸いやつは、まあ、これも携帯に行けて腕に落ちないみたいな。なるほど。見てる時とか、しかもなんかついてるだけで可愛いですよね、うんうんうん、これだけで買えるんだと思ってびっくりしてます今、なんかね、お子さんとなんか外で遊ぶ時とか、ね、いいですよね、手ぶらでできるからいいですよね。ワイヤレスイヤホンも1000円ですごいおしゃれなんですけど、おしゃれですね、ね、色が、ね、前来た時も迷って見てたんですけど、1000円ですよこれ。すごくないですか。すごい。この可愛い子供とかすごい。あ、確かに。そう、なんかうちこたつとかもまだ3歳だと足りないので身長が、うんうんうん、だからなんかこれ前も見てたんですよね、可愛いなと思って。1000円ですよ。本当だ。好きなものがいっぱいあるからめっちゃワクワクする。500円、すごい。可愛いです、見てください。蓋付き。あ、待って、この形、めっちゃ可愛い。見たことない、ないですね。あ、これ欲しいかも。なんかこれも可愛いと思ったけど、うんうんうん、なんかこれちょっと見たことなさすぎて可愛いんですけど。ポコーンあるんですけど。すごい、すごい。ポコーンはどれか買って帰らなきゃ。抹茶味とかある。ね、ロイヤルミルクティー美味しそうじゃないですか。めっちゃ美味しそうです。ね、キャラメルカプチーノ。柿の種バター醤油。あ、柿の種。かわいいです。お子さんが左手で描かれたちょっと味のある、左手で、ね、かわいいですよね。かわいい、思いました。なんか
ちょっとゆるキャラというか、ほっこりしますね。買って帰ろうかな。あ、お揃いで。すごい可愛いです。ね、可愛いですよね。メンズも着てるんですよね。あ、そうなんですね。うん、刺繍が、ね、可愛い。一緒に着れるから主人とね。あ、確かに。あ、可愛い、ね。めっちゃ可愛いです。あ、めっちゃ種類ありますね、トートバッグ。ね、めっちゃ可愛いですよね。私この白のレザー可愛い。うんうんうん。うんうん、持ってそうです。はい、お買い物とっても楽しかったです。皆様、ラコレというブランドはご存知でしょうか。以前ララポートでお買い物した動画でもご紹介したんですが、当たり前を素敵にがコンセプトで、おしゃれなのにリーズナブルな生活雑貨アパレルを展開するライフスタイルブランドです。なんと店内の生活雑貨は全て1100円以下です。見ていただいたように店内本当に素敵なんですが、リーズナブルなのが嬉しいです。それではね、実際に買ったものを一つ一つご紹介していきたいと思います。こちら、皆さんもご存知の通り私は食器が大好きなんですが、こちらは岐阜県の美濃焼食器です。繊細な職人さんの手仕事で、日本の伝統的技術と現代的なデザインを融合した高品質なのにリーズナブルで素敵な食器です。電子レンジ、食洗機も OK で、この形や色が素敵だなと思ってこちらにしました。2つゲットしているんですが、一つ一つこう色合いが違うのが本当に素敵です。カレーめちゃくちゃ合います。すごく美味しく感じました。和風パスタにもいい感じでした。そしてまだまだ食器あります。こちら、こちらも日本製の美濃焼です。こちらは色違いで2色ゲットしてきました。こちらも電子レンジ、食洗機 OK です。マットでとっても優しい雰囲気です。このオーバル型がすごく可愛いし使いやすそうです。朝食プレートやサラダ、パスタなんかもいいですよね。ラコレでもとっても人気商品みたいです。晩ご飯、菜の花の肉巻きに使ってみました。あとはこちらも職人さん手作りのスプーン、つばめ山椒金物のスプーンです。このちょっと先が四角い美しい形、めっちゃ素敵。これでカレー食べたい。かわいい。あとこちら、このグラス面白いと思って2つ購入しました。なんか花瓶にも使えそうな細長いグラスなんですけど、これでお水とか飲んだら美味しそうだし、ちょっとねこの四角い形が面白いなと思って、あとはスレンダーなんで場所も取りにくそうですし、素敵でこれを買いました。電子レンジや食洗機は不可になってます。こちらは耐熱グラスなのでホットもアイスも入ります。はい、カシューナッツミルクのカフェオレです。美味しそう、本当カフェみたい。で、そしてピアスですよ。こんな感じで後ろのキャッチがパールになってます。これからの時期髪の毛アップにすると、後ろからもねキャッチがパールなの、すごく可愛いと思います。後ろから刺せばパールが前に、両面楽しめるピアスです。そしてこちら、スマートフォンストラップコードです。携帯に気軽につけられるストラップコードなんですけど、すごい便利そうだなって最近見てて、でもインターネットで見てたんで、なんか少し高いなって思ってたんですよね。いろんな色があってめちゃくちゃリーズナブルに手に入れられました。気軽に携帯につけられます。はい、こんな感じで簡単につけられます。先がね、こういったストラップになっていて、私もともとね自分でこれをつけていたので簡単につけられたんですが、中挟むやつ、これがセットになってるストラップもありました。ストラップがストライプじゃない方、いろんなカラーがあったと思うんですが、こっちのね無地の方はこの携帯につける箇所もあるので、これを持ってない方はそっちの無地の方がいいかもしれないです。そしてコスメも日本製で幅広いラインナップがありました。私が選んだのはこちら、こういった繰り出し式タイプ、エレガンスブーケというカラーにしました。こんな感じ、つけてみます。色は
な感じ。すごい可愛い色。思った通り。あとはステッカー2枚。可愛いと思って。真珠の耳飾りの少女。作家さんが左手で描いた味がある絵なんですよね。とっても可愛いと思って。夫の母がこの絵をお家に飾っていてすごく好きみたいなので自分とお揃いで買ってきました。一つあげようと思って。かわいい。私はパソコンに貼ろっかな。リンゴ食べてるみたいでかわいい。でも手帳に貼ってもかわいい。手帳の中でもかわいいな。とりあえず挟んどこかな。かわいいそして同じくこちら。本当にね、どの絵も可愛かったんですが、これが気に入ってキーホルダーも買いました。これも気に入ってくれたらお母さんにあげたい。可愛いです。可愛い。あとずっと気になってたんですよね、こちらペットボトルホルダーです。はい、私は黒を選びました。中にストラップも付いてます。ペットボトルをね、このまま入れて置くと熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま長時間続くっていうペットボトルホルダーです。ネットで見てたりしたんですけど結構高いんですよね。こちらもねすごくリーズナブルで手に入れられて、どの色も本当に可愛かったです。すごい便利。グロサリーはこちらが美味しそうだったので買ってきました。ポップコーンをミルクで煮出した茶葉の香りロイヤルミルクティーです。紅茶の味とか大好き。めっちゃ美味しそう。パッケージも可愛いのでギフトにもおすすめです。食べてみよう。甘い香りいただきます。ミルクティーの味がする。めっちゃ美味しい。コーヒーと食べたい。あとはじゃーん、こちら柿の種ボトルバター醤油です。国産米使用しています。なんか和食器とこちらのギフトとかでもすごいおしゃれですよね。いただいちゃいます。あ、いい香り。いただきます。バターと醤油のおかきなんてもう間違いなく美味しいやつです。蓋閉めてこのちょこちょこ食べれるのいいですね。もうね、お仕事しながらこの子が止まらないです。夫も喜ぶやつです。美味しい。そしてはい、こちらです。ファブリックツール、こんな感じの木製の足が4本ついているファブリックツールなんですが、ちょっと腰掛けたりとかするのにすごくいいですよね。こんなに丈夫でしっかりしてておしゃれで1000円になります。すごい。はい、こんな感じでこたつのサイドに置いてみました。めちゃくちゃ我が家の雰囲気に合っているし可愛いです。座ってくれるかな。ない。自然に座ってるね。どう、そのお椅子。気持ちいい。いい。よかった。タモネギ。カモネギ。タモネギ。よかったね。ない。そして見ていただいたように本当にアパレルも可愛くって、レディースだけでなくメンズもあります。まずレディースはこちらですね。私が当日着用していたこちら。はい、これ本当に気に入ったので実際に黒ゲットしてきました。袖のボリュームがすごく可愛いのと、あと私はこの生地感ですね。うちは白い猫の毛がいるのでこの黒って生地を選ぶんですよ。なんですがこの黒は猫の毛もつきづらく、このちょっと独特のシャカシャカっとした素材が可愛くって連れて帰ってきました。とっても長いのでワンピースでも着れますし、私が着ていたみたいにボトムスと合わせてもいいと思います。春先はね、足首出して着ると涼しげでいいですし、羽織としても使えます。3色展開、 SM サイズあります。シワになりにくいナイロン素材を使用しています。この適度な張り感としなやかな光沢が素敵ですよね。あとはメンズも一つゲットしてきました。こちら、はい、店頭でも見ていました。これめっちゃ可愛い。この胸の刺繍がね、なんかすごいヒゲがモコモコしてたりとかめっちゃ可愛いんですよね。あと真っ白のスウェットって本当に可愛い。これはね、メンズなんでもちろん夫も着れるけど自分用に自分が着たいと思って買いました。可愛い。
中がね、裏肝であったかくてほわほわしてます。はい、メンズサイズ、私が着るとこんな感じです。この腕が出ない感じが可愛い。この刺繍もとっても可愛いです。はい、以上がラコレ購入品でした。本当にどれも可愛くてめちゃくちゃ迷いました。ちょっとね、改めてね、ゆっくり見に行きたいと思います。持ち帰れなかったけど、もっともっとね、可愛い商品いっぱいありました。近々また見に行きたいと思います。本当に全国にたくさん店舗あるんですよ。私は関西、大阪にいた頃から見ていて、大阪の店舗、東京の店舗は行ったことあるんですけど、その他本当に全国たくさん店舗があるので、ぜひチェックしてみてください。今回私がチョイスした商品はウェブ上でまとめていただいてますので、ぜひチェックしてみてください。お近くに店舗がある方はぜひ足を運んで見ていただきたいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。